ユナイテッドスパーズで、その踏みに出られないのもね、寂しいね。かなりこの試合をね、楽しみにしてまして。特にね、もう、ね、ノリショナル対決のとこあるね。おー、縦ってにや、あー、やられた。ユナイテッド、いや、ほんと最近さ、スパーズの試合見てさ、いろんな、そのアーセナーとかいろんなクロス対応、1チムの試合見てるからさ、ユナイテッドスカスカすぎるよな、やっぱり。 俺ポステゴグルーはポステゴグルーが就任してこの何ポステゴグルーの最高値をサッカーやってると思うんだけどまイアの最高値かそれで言うとスパーズがポステゴグルー解任してもっといい監督呼べるかどうか分かんないんだけどユナイテッドは確実に呼べると思ってるんだよそうこれ失ったところからさそう切り替えてさこのサイドのところにねボール持っていくまでさファンデフェンがめっちゃいいプレッシャーわ分かるけどあのファー側戻れなすぎじゃん でもラシオードオン・ザ・ボールのために置いてるのにあそこラシオード失ったらもうラシオードとはっていう話になってくるクロス対応の守備をね徹底してないと思うんだよそこ着手してない感じだからエナジェッドちゃんとした監督来たらマジでディフェンス改善されると思うよどうしたおい誰の何のレッドブルーの最近レッド出るな あジャッパーこ <laughs> こでうわーうーんまあな足裏でいったっていうのはあれだあるけどなこれレッドかーちょっとなーつまんないなこれレッドンされたらいやーこれなー 自分がチケット買って見に来てたらそれでええんか審判ファンリステロイのキャラが濃いな誰を変えんのえのメイヌがケガこれ別ね えー、ラッシュオードトップで残して絶対これカウンターで一発狙うからみたいなことでしょこれなんかさこの前も言ったけどさジルーとエンバペだったらエンバペトップ残した方がいいじゃんみたいに思うじゃんでも実際このキープしたりワンタッチで落とすことによって後ろが上がってこれて自分のスピードは遅いんだけど周りのスピードを加速させる選手っているじゃんそれがザークツイでさで守備の判断が全然ザークツイの方がいいから だからね、ちょっとラッシュオートかってなっちゃうけど、でもほんとね、俺、天白って普通に俺、ラッシュオート好きだと思うんだよ。なんか、ラッシュオートが良くなすぎてみんなはラッシュオート使う気がかかるって言うけど、俺、普通にね、ロナウドのあのあたりから俺、ラッシュオートのこと好きなんだなと思ってんだよな。練習は真面目、その真面目の基準もな、俺、疑うけどな、それな、その。 その、なんていうのかな。言ったら練習真面目って全部みんな真面目だと思うんだけど、その一個一個の守備の時取る行動とか、そういうので見てるから、真面目さとかって。なんか、世界中が、あ、決まったね。世界中がなんかこのラッシュオードに対してはハードル下がってる感じがあるよな。ハゼミラが来た時、練習のラッシュは世界のトップみたいなこと言って、うんだ。そのコメントの行間読もうって感じっすよね。メッシュとか、練習ではもっとすごいって言われるからな。練習のラッシュはって。 それだけ試合と関係ない練習してるってことっすよ。わあ<ー>そうわけもうコーナーやる気なかったもんな守備やる気がなすぎたなコーナーの守備人数が少ないとかじゃなくて粘りが全然なかったねもう飛ばせるし入らせるしで。 もう、守備なんどんな守備が良くて、どんな守備が悪いかの基準を決めてないんだよな、チームで。あとクリフの手腕が試されますね、ここからはから。あの、オーナーとしてはね、一回、ね、あの転白でいったのは、別に間違ってるとは言い切れないからね。言い訳できない戦力揃えてあげて、そこでどうなるか見てみましょうで、よくなかったから、じゃあもう解任するだけの。うん。材料というか、必要なチャンスを与えたよねってなるから。私も、普通にリストアップはしてると思うよ。誰で行くかとか、ちょっと話言ってたりとか。 それが誰かだよなそれでサウスゲートだったらあ,あそっち系のオーナーねっていうそうラッシュオード使うとか天白何するかより次誰選ぶかがマジで重要だからね責任者で決まるからチームはあん時天白にやらせてればとかがなくなったけどから一番いいのはトーマスランカ・バルベルトだと思うけどその2人は今フリーじゃないからそこのね今のチームをね途中で投げ出してくる形になっちゃうからな良くないだろうし 僕は大樹はトーマス・フランク呼ぶのがいいと思うんで、それまで一回もう、天白じゃ絶対よくな,んないから、反日ステロンして、それが良かったらそのまま続けさせて、で、やばかったらもう途中で増えるですね。バルベルデかトーマス・フランクですね、僕だったら。シーズン途中に呼んで、まあ、今のチームはほっぽり出してくるような監督なんて、ろくなもんじゃないから、基本。 自分がオーナーの立場だったらもうお話しスたように一回監督やらせるけどもし結果出なくても徹底的に守るしコーチには戻させるからっていうふうなことにするね無理やりやらしてる感じに一回するからっていうあんまりそういうヘイト管理とかしてあげないからななでかい会社ほどいや次の監督マジで大事だね「もうワンターンか」ってあるもんな「政治縁解任になるよっしゃよくなるクーマンもうワンターンか」っていうチャビになった「あ,あれ怪しい怪しいあもうワンターンか」つって あ、今季までか。あ、や、やめるんだ。あ、やっぱやるんだ。もうワンタンか。あ、もうやめたわ。よし、アジュリックみたいな。完性だからな。アモリムな。アモリムいいサッカーしますよね。だからあとはプレミアでどんぐらいできるかとかそういうとこだよね。僕は今季のブレント・フォードのあの、つなぐサッカーはトーマス・フランクの就職活動だと思ってるんで。転が無能とは思ってないよ。ただ、ハイプレス以外が質頼りすぎるっていう。 まただハイプレースもできない監督もいるからな。だらでも最近その監督のハードル上がってるよね。本当になんか何もできないみたいな監督少なくなってきたじゃん。ロイ・ホジソンみたいに勝つ気ないまでいくともおもろいけど。ワロトルでみたいな。天 <laughs> 白の結論は今までやってるサッカーとか状況証拠集めると、上手くないからよくないなっていう。<laughs> これマジでマジでそうなんだよ。これ上手くないな、これっていう。 上手くないからだな、これは。っていう風になるのが、天白の思考だから、もっと上手くないといけないんだよな。うん、だから上手くないやつ外してうまいやつ入れるじゃん。その、マグアイア外してデリクトだし、ワンピサーク外してマズラウィっていう。サッカー業界ってそういう人普通にいるからな。風見ろ見てらんないな、これな。いや、かわいそうなんだよ、これ。でもね、世間はかわいそうって思わないねこれ。風見ろ下手くそで終わらせるから。で、その世間がそれならいいじゃん。 これ、天白がそうなの。<laughs> あれ、ある意味世間の監督だけどラッシュほど足早いって使ってると思うしうな、普通に。だから。風見ろがこれできないのは、マドリー時代からもう分かってるんだよ。だから、ここに風見ろを置かないように、クロースとかモドリッチとかがあの位置を取ってたのよ。俺はこのチャンネルで、全力で風見ろ守るけど、俺の力じゃ無理だから。そうだ、これ変えるために浮かるって取ってきてるマジで、あの、ラットクリフに、 この人とこの人とこの人が下手で僕が思ってることできないんで、こことこことここを入れ替える、この人とこの人とこの人、よろしくお願いしますって渡してると思うそれがデリクト、マズラウイ、ウガルテっていう、どんどん変わってっていう。じゃあ言ったらじゃあそいつら取ってくるから結果出せよっていう。そうなってるのが今のユナイティッド。ら。いや、ラトクリフが、あれっすよ。言うのかどうかはわかんないけど、現時点で言えることはいい仕事してますよ。だって言い訳できない環境を用意してあげるオーナーってすごくない ガチなんだなって思いますよ。ユナイテッドお金使わなかった時代も見てるからね。いやー、だからなバルベルデとか呼ばれねえかな。もう本当、プレミアバルベルデ見た1位置もうすぎんだよな。これ、強度と守備しっかりやったら強くなるぞっていう。そうだな、ロドリ補強した方がいいな。このサッカーやるんだったら、まず左センバーコルビル補強して、で、右センバー、ティンバーか、うん、で、まあ、右サイドバックもあずらィいで、左サイドバック ジンチェンかかななアンカーーロドドリのの <laughs> インサイサハフにブルーのメイヌかな僕の個人的な希望だったらバルベルデですね、監督。ただ、その候補に上がんねえんだよな、バルベルデは。シーズン中の展開にあるかどうかは、ちょっとラトクリフ教の思想次第ですね。それでもワンシーズンやらせるタイプなのか。そっか、トゥヘルとかの方がなりそうだな、ユナイテッドの監督。 バルベルでなんないだろうなぁ。バルベルでなったらこのチャンネル祭りだと思うんだよな。ビッグクラブの監督になったら。バルベルでもびっくりだぐらい、え、日本の YouTuber そんな俺の一瞬に喜んでるのぐらい祭りになると思うわ。バルベルで監督したら俺もうラットクリフ大ファンになっちゃうわ。一番、でも英語できなかったりすんのかなバルベルでの良さはもうあれだね、あの、現状の素材を生かして無理なことさせないっていう。 今出せる100点を出そうとしてくれる。パルベルで英語できる。そう、だからそれが、英語できるって言っても、その出来方というか、なんていうのかなその、使いこなす質、レベルの話それが微妙だったりすんのかない。日本語喋れるって言っても、使いこなす力はみんな差があるじゃん。パルベルでベストマッチ多すぎるからなセルフプロデュースが下手なんじゃないかわかんないんだよね、あの、業界というか、 バルベルデをこんなにビッグクラブ全般がほっとくのが、昔ユナイテッドのあれ、ラングニックかバルベルかデかで、プレゼンで負けたって話で、プレゼンは確かに上手くなさそうな,のなんだよ。なんか、かますの重要じゃん、サッカー界って。俺すごいっす、みたいな。そのかましをね、やってない感じするんだよね、バルベルデ。見た目にオーラがないからダメだったら、もっとビッグクラブとか、このプレミアの試合任されない方がいっぱいいると思うんだよね、エミリとか。 でも他のなんか理由があんだろうな。英語がすげえ喋りにく,くれないとかさ。分かる人だけ分かってくれたらいいみたいなスタンスっぽいバルブレッうーん、だ、おしむさんっぽさもあんのかね、そういうね。あと、バルサで、バルサ辞めた時にめちゃくちゃね、かわいそうな状況でクビになったんだけど、そっからのバルサの凋落見たら分かるじゃん。マジで今のハンジフリックまでバルサいい時期全然なかったわ監督。あん時のね、あの、晴れやかな笑顔忘れてないから、俺。 車でこう出てくる時のお疲れみたいな。ほんと嫌になったんじゃないかなみたいな説もあるんだけどね。俺がオーナーで呼べる立場は絶対呼ぶのにな、バルベルデ。シュアーゴがな、もうほんとに J3 とかもうライセンス必要な環境になった時にな、日本のバルベルデがいてほしいな。ねえ、メッシが唯一完璧な戦術だったって言ったよ、監督。後追いでおしむさんとか作れないじゃん、あの感じ。あ、この人だからこれ、この域行けてんだなっていう。 みんな努力してるけどメッシーにはなれないじゃん。みたいなのが、ね、あ,るあるよ。だからメッシーって多分やりながら、うわ、これじゃうまくいかねえな。もう仕方ねえから、俺が4人抜こう、みたいな。その感じでサッカーやってると思うね。まあこれ多分こうなってこうなると全然うまくいかねえし、こいつ活躍できねえけど、でも俺が2人抜いたらいいんだろう、みたいな感じの。いちいち自分が監督に言っておかしくなるとか、それでうまくいかなかった時をいっぱい経験してきてるから。てか仕事的に人ってそうじゃん。もう自分の領分じゃないとか口出さないじゃん。 まあ、これあり、そこ、その現場の人がやることだな、みたいな。それ気づけるんですね。監督さん、みたいに思ったのがバルベルじゃない。いどうやったら配置整えると思いますけどね。天白がやめたらあるじゃないですか。天白は配置とか整えないですからね。<え>後ろできるだけ少ない人数で前に上手い人いっぱいいるといいっていうサッカーやるんで。だから、あとは、その配置整ってない状態で攻め切れるだけの質を、ユナイテッド持たせなきゃいけない。天白の。 でもリサマルが怪我している状態でセンターバックの保険も進まなかったんだ。まあ、こうなるよ。だから監督が強くできるチームの上限限られてるて。もともとユナイテッドが魅惑のフットボールしてた時期みたいなのないでしょ、基本。こういうチームだからね、みんなで頑張るっていう4-4-2で守ってるみたいな。ヘンハングのサッカーやるなんてディフェンスライン全員正体入れないときつそう。そう、あとパススピードね。だってティンバー、リサマルマズラウイ右が、ディフェンスライン4枚中3枚はパスマッシュめっちゃうまいみたいな人でやってました。あ、タグリアピコとかね。 そういない、ファーカストの時も基本カウンターとしてそう。あ、全員頑張るっていう。ラッシュード賢かったのがルーニーみたいなことだからね。人気応援にいろいろ守備とかもやってみたいな。そういうわけじゃないからね。あと、ライバルがもうあの頃と全然違うから。あの頃アーセナルさえ倒せばよかったけどね。マッチレースみたいな感じだったからね、毎年。 俺が信じて,俺が信じてよみんな絶対やれるよ最高よ <laughs> 選手が自分の最大能力を出せるような環境を作るそれをこれからやっていきます俺が自信を持って選んだメンバーこれだったら紹介します <laughs>